ナシクニンナシクニンは、ウコンとココナッツミルクで炊いたご飯のことであり、インドネシア料理である。香りづけに、コブみかんの葉とレモングラスなども加える。ナシクニンとは、黄色いご飯の意味。白飯の代わりとして、普段にも食べられるが、日本の赤飯のような存在であり、祝いごとの際によく作られる。インドネシア文化では、黄色は、幸運や繁栄を象徴している。 ナシクニンと一緒に食べるおかずは地方によって異なる。特に、ジャワ島では、一般的に、金糸卵、スルンデン、サンバルゴーレン、アヤムゴーレン、プルクデル、バワンゴーレンなど、スラウェシ島の間などでは、カツオのフレークをトッピングして食べることが多い。ビューフェ形式で、おかず料理を選んでご飯を盛った皿に乗せていく、ナシチャンプルでも、白飯以外に、ナシクニンを選べる店もある。 トゥンペンな祝人を円錐型に盛り、周りをおかずで囲むトゥンペンという盛り付け方がある。これは宗教的に神聖な山をかたどり、神への感謝を表したものであるが、現在ではトゥンペンはインドネシアの独立記念日、誕生日パーティー、出産祝い、開店記念、結婚式などをおめでたい時に作られている。バリヒンドゥー教には4つの神聖な方角があり、それぞれ赤、黒、 白、木で表した。言い伝えによると昔、神様は、バリ人に四色のお米を与えようとしたが、その米を運んだ鳥がホワンミーを食べてしまった。わずかに残った米を鳥の巣の近くに植えると、そこから、ウコンの木が生えてきた。バリ島ではもともとホワンミーが取れないが、代わりに白いご飯にウコンを混ぜて、ナシクニを作るようになった。 バリヒンドゥー教の祭日の一つで、送り本の日である、クニンガンでは、ナシクニンを作り、お供えする。ウィキメディアコモンズには、ナシクニンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。